この子はですね、家にいるとなんかバタ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 暴れ回る足音が聞こえるとか、余計考え込ませてしまったえ、何の音やな。でも上から鳴った感じがしたから、ちょっとなんか心に引っかかることあったんですかね。事故物件住みます芸人松原谷です。今回は呪いの人形たちに僕のネタで笑ってもらおうシリーズ、またやってきましたけれども、彼女、アフリカのなんか彼女、アフリカの人形、この子はですね、まあ、タニシファンの小学生の男の子からもらったんですけれども、家にいるとなんかバタ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 暴れ回る足音が聞こえるとか、実際暴れてるところ見たとか言ってたんですけれども、そんな彼女ね、まあ、これ女性ですよね、彼女、ちょっと難しい顔してるんで、なんとかね笑えるようにね、なんとかしてあげたいなと思っておりましてですね、今日は哲学のネタで彼女を笑わせてみたいと思います。皆さんもね、彼女がどうやって笑うのか、そして多分ね、バタバタしたら喜んでんじゃないかなと思うんで、彼女の表情と動きにもチェックしつつ、僕の動画ネタを見ていただければなと思います。それでは行きましょう。行くで。皆さんに哲学を知ってもらいたいと思います。ちょっと難しいネタなんですよね。哲学とは何ぞや。哲学知ってますか皆さん。哲学というのはこちら、見られている、これが宗教です。あなたは大いなるものに見られている、これが宗教、哲学ではないです。じゃあこれは、見られていなくても、見られていなくてもしっかりと良い行いをするのが道徳ですね。道徳です。ちょっと難しいんですよ ね、 ここね、哲学じゃないです。こちら、見えているものは何か、見えているものは目、ま、今目の前に見えているものは何かを考えるのが科学です。めっちゃ真剣に見てあるわ。はい、じゃあどう見ているか、物事についてどう見ているか、これが哲学です。どう見ているかが、物事についてどう見ている、どう考えるか、めっちゃ真剣に見てますね。そして見られると興奮するのが変態ですね。変態です。全然表情変わらない。まあこのようにですね、哲学というのはいろいろなものの見方をするということでございますけれども、今回はですね、売れない芸人について、こちらどう見ているか考えていきたいと思います。その際、ニーチェの哲学、ニーチェという、まあ、哲学者の考え方を使って、この売れない芸人について考えていきたいと思います。芸人っていうの分かれるか。まずニーチェがどういう哲学者だったのか、どういうことを言っていたのか、こちらですね。生きること自体に価値などない、しかし人間は生きるしかない。めっちゃいいことを言ってんですよねニーチェ、はい、うん、生きていること意味があるから、生きていることに意味があるんだ、価値があるんだっていう考え方をねされている方多いと思いますけども、実は人間にはそんなもの価値などなくて、生きていることの価値などなくて、生きるしかないっていうことなんですね。ただ生きるしかないから生きてるだけ。これを芸人に置き換えるとこうなります。売れない芸人に置き換えると、売れること自体に価値などない、しかし芸人は売れるしかないっていうね、はい、売れること自体に価値などないんです。でももう芸人は売れてなければもう存在価値がないんですね。難しいところですけどね、はい、なのでだから売れるしかないと、これはだから生きるしかないと言ってますね。はい、こちら永劫回帰、はい、永劫回帰というのはこれもちょっと難しいところですけども、世の中というのはぐるぐる回ってぐるぐる回って結局戻ってくるっていうのを繰り返しているんですと、はい、なので結局は、元いた場所に戻ることもあるでしょうという、まあ、世の中の説理ですよね。これを売れない芸人に当てはめると、時代のせいにしているという、これ英語回帰ですね。毎回時代のせいにするんですよ、はい、自分が売れないのは時代のせいだからと、たまたま運が悪かったんだっていうことがニーチェの英語回帰を
芸人に変換何かに当てはまるっていう、ね、ニヒリズム、あまりに売れないと、芸人たちっていうのはこのニヒリズム、虚無主義に陥るわけですね。これニヒリズムというのはもう期待しない、もう全て、無の感情でいることで心を保つ、まあ、そういった考え方だと思うんですけれども、芸人は売れない事実に対してニヒリズムを持って、事務所のせいにしますね、はい、俺が悪いんじゃないね、俺を売ってくれない事務所が悪いんだ、そんなことを言ったりします、はい、そしてゆくゆくはですね、こちら弱者を良い、強者悪い、こういうものの考え方が、こういうものの考え方を、ニーチは人間社会にもあると、ね、現代社会にもありますね。弱い者たち、虐げられている者たちはいい人たちだ、強い者たち、支配する人たちは悪い人たちだと、そう一般市民弱者たちは考えている、こんなことを言うんですけれども、これを芸人に当てはめると、売れない芸人こそが善であると、売れっ子芸人こそは悪であると、まあ、そういうものの考え方になってしまうんですね、はい、売れっ子芸人、テレビに出ているだけが正義ではない、もっと俺たちは舞台で、地道に 俺が面白いと思うことをやり続けるんだって言って言い続けて、社会に迎合できない売れない芸人たちは自分を自分で良しとしてるんですね。そしてテレビで活躍している芸人たちを悪として蔑むことで平穏を保っていると、はい、こういうことをですね、まあ、ルサンチマン、妬みと言います、はい、ルサンチマンというのは妬み、嫉妬という意味ですけれども、これは売れない芸人のルサンチマンは何かというとですね、自虐芸の蔓延につながりますね、はい、俺は売れてません、こんな売れてませんで、俺何やってもこんなに滑りましたでっていう芸をする、まあ、特にピン芸人とかが増えていきます。自虐芸は多いな、はい、確かに。そして、こういった自虐、自分が、弱者であり虐げられていることを売りにする人たちが、増えていく世の中、社会を、まあ、畜群というわけですね。ニーチェの言葉ですかね、はい、畜群っていう、家畜の群れのような意味だと思いますけれども、これを売れない芸人に当てはめると、畜群と言いますけれども、この場合これ畜が家畜の畜じゃなくて、これ竹、松竹の畜なんですね。松竹芸能の事務所の芸人、特に、売れない芸人、若手芸人、この畜群多いです。これなぜならですね、松竹芸能という芸能事務所は、あの大阪では吉本さんと松竹と、まあ、どっちに入るか、芸人になるならどっちに入るかなっていう、まあ、悩みがね、芸人目指す人はあるんですけれども、だいたい吉本さんは、まあ、クラスでは一番面白い人が行きます。でも松竹さんはクラスの誰にも認められてないけど、俺は、自分のことを面白いと思ってる、深夜ラジオも聞いてる、だから世の中に俺の面白さを分からせてやるんだと思って松竹芸能に入ったら、同じようなやつがいっぱいいてて、結局友達ができてしまうんですよ。同じような考えのやつ、あの目立たないやつらが、で友達になってしまった時点でもう、満足しちゃうって、売れることを忘れてしまうので、まあ、松竹の地区の群れ、これ地区群、人形業界にもあるんですかね、はい、そしてですね、こういう地区群たちは何を言い出すかというとですね、神は死んだと言いますね、はい、神は死んだ、これはどういうことかというと、ニーチェに言わせると、神様が死んだというよりも、神様の、に支配されているという考え方はもう死んだことにしなさいと。あなたたちは自分自身で生きてるんだから、神様によって生かされてるんではなくて、神様が私を作ったんじゃなくて、私は自分で生きているんだ、だから、まあ、宗教を信じない、まあ、信じてもいいんだけど、自分自身の力で生きるんだっていう考え方に変えるという、まあ、そういった意味なんですけれども、これを売れない芸人に当てはめると、髪型は死んだと、髪型というのは関西のことですね、髪型芸能とかの関西に行っても、結局何も売れへん、全国ネット出られへんと言って、東京進出を別に事務所に押されるわけもなく自ら行ってですね、そしたらやっぱり東京に行っても結局誰にも認められず、バイトばかりする生活になって、生活に苦しくなって芸人を辞めざるを得ないという人たちが増えていますという悲しいお話でした。以上。
どうでしたかね、ネタ見てもらいましたけど、まあ、ちょっとフリップ芸でしたけど、どうでしたかね。余計考え込ませてしまった感じですかね。あの、めんどくさかったら忘れてくださいね、今見たこと。さあ、音ね、ありましたね、さっきバンって。何の音やろな。でも上から鳴った感じがしたから、ちょっとなんか心に引っかかることあったんですかね。全然表情変わらない、難しい顔してはりますけど、何かもしかしたら彼女にとって気に障ったんかな、何か心の変化はあったのかもしれないですけどね、いかがだったでしょうかね。ちょっとまあ難しいというか、まあややこしいネタではあったので、あとそのお笑い芸人のこととか事務所がどうとか、プラスニーチェっていう人の哲学の考え方とか先に理解しておかないといけないことが多かったんで、ちょっと考えさせすぎましたかね。視聴者の皆さん、彼女の表情、あと動きね、何か変化ありましたでしょうか。あのネタのあの瞬間の時に何か表情曇ってたよとか、バタバタしてたよとか気づいたら何分何秒言うて、あのコメント欄に書いてください。気づいたらね、あなただけに見えててももう構いません、はい、書いてもらえたらなと思いますけどね。あと彼女名前ないんで、よかったらこの機会に彼女に名前もつけてあげてください。難しい顔の彼女、名前募集しております。ということで、今回はちょっとより難しくさせてしまった、そんな結果となってしまいました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。なんとか彼女たちに笑顔を作らせてあげようと、これからも見せていきたいと思います。ネタなんで